どうも、ナードカスタムスタジオの中田です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、すごくいい中古の、エレキギターが入ってきましたので、こちらをですね、ご紹介しつつがっちりと、メンテナンスとリペアをしていくという動画になっております。今回ですね、入荷してきたギターはこちらなんですが、ヤマハの SG1000NW というモデルでして、有名なヤマハの、SG シリーズの限定品になっておりますね。こちらのギターは1984年製になっておりまして、もともと SG1000N っていうですね、ボディとネックを薄くして少し弾きやすくしたというモデルがあるんですが、そちらにさらにですね、トップ材にですね、フレームメイプル、カタログ上はですね、カーリーメイプルになっているんですが、いわゆるフレームメイプル、トラメですねを、あしらってあるという、モデルになっております。でこちらがですね、当時ブラウンサンバーストとレッドサンバーストの2色展開で売ってるんですけど、ブラウンバーストの方はバーズアイメイプル、そしてこの、レッドサンバーストの方は、いわゆるフレームメイプルで貼ってあるという結構面白い売り方をしていた印象ですね。でこちらのモデルがバーズアイとフレームメイプルの2種類合計で300本限定で出ていたという、かなりレアなギターになっております。で、こちらですね、委託販売でお預かりしていますが、持ち主の方に相談しつつ、今回がっつりですね、ナードカスタムスタジオの方で改造リペアを施していい状態にして、お届けしたいということでやらさせていただきました。で、お預かりした、段階でですね、もうすでに変更点がありまして、まずピックアップが、こちらダンカンのピックアップに交換してあります。もともとヤマハの純正というのがありまして、でいわゆるそのバイサウンドって言われるですね、タップスイッチですねが、ついているんですが、こちらピックアップが、フロントが、ダンカンのカスタム、リアの方が、SH4JB ですねに、変更してありまして、ポットの方も、スイッチのついてないノーマルのポットに交換されています。で、お預かりした段階では、純正のナットからですね、ブラスナットの方に交換されていました。実はもうですね、リペアの方は完了しておりまして、もともとこういうブラスのナットが、ついてたんですけど、この辺はですね、人気の無漂白牛骨に変えようということで、今回僕が新しく作り直して取り付けています。でそれとですね、ピックガードがもともと預かった段階でなかったんですけど、こちら新品のですね、ヤマハ SG 専用のピックガードを、また取り付け直しています。でこれもまだビニールが貼ってあって剥がしてない状態なので、綺麗にお使いいただけると思います。はい、というわけでですね、主に今回のリペアは、フレットのすり合わせ、それとナット交換、それとパーツを全ばらししてきれいにクリーニングしてるという感じですね。クリーニングの方も、かなり細かく、施しておりますので、そういった修理の内容を今回見ていただいていい状態まで持ってきていると思いますので、その辺を確認していただけたらと思います。それではどうぞ。
オクターブ取ります。というわけでいかがだったでしょうか。がっつりメンテナンスリペアさせていただきました。かなり、引きやすくいい状態になっていると思います。はい。で、こちらのですね SG1000NW の、詳しいスペックですとか、サウンドサンプルですね、に関しては、次回の動画で紹介させていただきたいと思いますので、楽しみに待ってていただけるとありがたいです。というわけで今回の動画以上とさせていただきます。ナードカスタムスタジオ SNS やっております。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックやっておりますので、気になる方はちょっと覗いていただけると、ありがたいです。それと今回の動画面白かったという方はぜひ、グッドボタン、それとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではですね次回、いよいよですねギターの紹介動画という形になりますので、ぜひぜひ、楽しみに待っていてください。それでは次回の動画で、またお会いいたしましょう。さようなら。